ちょっとこの間買ったルーローハンでようやく使う気になりまして、もう2合を使わなきゃいけないんでね、結構。で、まあ、2、3日これになってしまうんで、まあ、やっとさ、重い腰を上げて作ったんですが、香りは独特ですね。で、まあ、卵はちょっとこれ、煮たやつを、かけて作りました。ちょっと裏返しになってますね。焼いたわけでも、その茹で卵でもなくて、ちょっとお湯張ったところに卵を入れて、で、最後お湯捨ててみたいな感じのなんかそういう調理法があるみたいでね。確かに便利ですね。もう油も使わないんで。ちょっとひげがまだ伸びてますね。ちょっとまだ剃ってないんで。もう5日も経ってるんで、さすがに少し目立ってきましたね。まあ、次出かける時ぐらいにはちゃんと剃りたいと思います。じゃあ、いただきます。卵、上ちょっと潰した感じで。スプーンの方がいいかもしれませんね、これ。ちょっと箸でいただきます。卵一回なしで食べます。うまい。ちょっとなんかキクラゲっぽいのが。ちょっとあと豚肉も入ってるんですけどね。ちょっと癖強い感じでも。これ好み分かれるかもしれませんね。まあ安売りしてたんで多分リピーターがつくかつかないかの結構ね、瀬戸際というか、まあね、日本の料理じゃないんで、どこだこれ。まあ、ちょっと調べてみると、どっかアジア系の米だと思います。アジア系の料理だと思いますね、これ。まあ、豚肉も入って。まあ私は好きですね。ちょっと香りがちょっとね、独特すぎてどうかなって思ったんですが、全然もう普通の炊き込みご飯みたいで美味しいです。あ、でもちょっと独特な味しますね、やっぱり。これはね、好み分かりますよ、多分。私はまあ、好きですね。卵のかかった部分をちょっと。まあ、それうまいわな、卵がかかったら。うまいっす。特徴的ではあるんですけどね、まあ、しっかり炊き込みご飯の要素の方が強くて、全然日本人の口にも合う感じだと思います。卵も混ぜて正解でしたね。うまい。2合炊いたんですが、これだったらもう今日と明日で使い切れそうですね。まあ、残りはタッパーに入れて、明日のね、ご飯にしたいと思います。うまい。ルーローハン、毎回ね、ちょっと、試してみるのもいいかもしれませんね。まあ、好みは分かれる感じだと思う。かなりね、特徴的な。何の香りでしょうね、これ。ちょっと、材料見てみますか。豚肉、台湾って書いてますね。香辛料八角、蜂の角と書いて八角、ちょっと聞き慣れないですね。これの香りとか味ですかね、多分。まあまあね、結構味わったことない、ちょっと新しい味です。これまあ安売りの時にね、ちょっと、お勤め品であったんですが、100円なんでこれで、100円で2合分。これあったらまたちょっと欲しいかもしれない、私は。癖は強いが十分うまい。
あと細かいタケノコも入ってますよ、これ。歯ごたえもね、すごい、秋が来なくていいですね。なんかメンマっぽいのと、キクラゲっぽいのと、あと、タケノコ。うん。ごちそうさまでした。いやちょっとね、不安だったんですがね、もしなんかすごい独特すぎて気持ち悪くなったら、ね、もう2合分も食べられないんでね、すごい美味しかったです。ルーローハンちょっとね、またあったら買おうかなと思います。はい、安ければ。ちょっとね、食事会ということで、はい、こういう風にね、いろいろまあ晩ご飯食べて、まあ、栄養はね、ちゃんといろいろとってますってことを、言いたかったです。はい。皆さんもね、バランスいい食事をしつつ、ね、好きなものを食べていきましょう。ありがとうございました。ごちそうさまでした。